Slow, quick, quick. 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 これはワルツのリバースタンド全般とほぼ一緒ですね。クイックではなぜかこれをシャッセリバースタンド、まあ、言うわけですけれども、ワルツとワン、ツー、スリーとほぼ一緒ですね。スロー、クイック、クイック、スロー、スロー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 。プログレッシブシャッセというとですね、ワルツなどのプログレッシブシャッセトゥーライトのね、勘違いして、こういうふうに、男性が左足を前進して、スロー。クイック、クイック、スロー。で、ワルツで言えば、ワン、ツー、エンド、スリー。を思い出しがちですが、これはそうではなくて、クイックステップのクォーターからね、ここでこうやって、スロー、スロー、クイック、クイック、スロー。そして、スロー、クイック、クイック、スローと。多くの人がクォーターからの後半かと思っているステップですね。だから言ってみれば、男性の左に行くので、プログレッシブシャッセトゥーレフトみたいな感じですけどね。さっきのワルツのプログレッシブシャッセトゥーライトと勘違いしないようにして、スロー、クイック、クイック、スローという、クォーターターンとセットでよく出てくるステップですね。ちなみにプログレッシブシャッセトゥーライトというのは、クイックステップでは、ベーシックフィガーには入っておりませんのでね。プログレッシブシャッセといえば、今の男性が後退する、右足後退する方のシャッセの、ということでね、ワルツのとにかくプログレッシブシャッセと混同しないようにしましょう。スロー、クイック、クイック。スロー、クイック。